はい、もう一個つけてきてね。あれ、今日全然怒らない。なんかしょんぼりしてるんです。なんか強風の時とかもなんか突然ギクギクしちゃったりするんで。そうなんだ。今朝もすごい怖い。食べてはいて、メンツはちゃんとしてるんですか？はい、昨日はちょっと有名でしたね。はい、ここはしてないの？してなかったですね。はい、病院来たし、はい、はい、で、22に3、4回に行きました、ね。はい、あら、舐めて。こんな感じなんだ。なんかそこをずっと舐めて。大丈夫ですか？あ、してないですね。あ、そう。大丈夫。これね、クロルフキシジンっていうね、はい、刺激の少ない消毒薬なんで、はい、これを出しますから、はい、これを原液のまんまでもいいし、はい、スプレー容器を1個買ってきて10倍、はい、水でいいから、はい、水で10倍にしてもらって、はい、ちょっとスプレーさせてください。はい、わかります。何頻度どれぐらいですか？1日2回以上。あ、わかります。そんでやったら振り、あの、なんだっけ、拭き取ってもらって、これは今だけで、ちょっと痒みを抑えるステロイドのスプレーかな。はい、お家ではこれは出さないんで。はい、わかりました。で、それが終わったらね、はい、保湿剤ロティツリー出てます。はい、あの、体溶かす時に使うやつ出てない、うん、これそんな強くないんで、保湿剤、はい、皮膚のバリア機能、皮膚釣りオイルは皮膚のかゆみを抑える、はい、これを出しますんで、はい、ピンクの次消毒してから、はい、保湿と釣り釣りを、はい、つなげて、はい、それからあと、うん、足も舐めるでしょ。ですね、はい。ちょっとどっちだっけ、
これですね、この足も一緒、一応ピンクのやつやってから押しとく、でこれがこれ混ぜたやつか、混ぜちゃってもいいです、だからスプレー2本かけてもらって、このピンクのやつ用とそれから押しざるビスル用で混ぜるやつ用と、それを2回以上、別に以上ということは何回やってもいいです、はい、分かりました、ちょっと楽にして、高山調査って100の100の、とりあえずじゃあここだけ当てて、お薬って飲みます？一応はい、あの肉と混ぜて食べていますね。ピンの薬って夜でしたっけ？はい、夜やってます。ピンの薬そうですね、はい、夜ですね。もうじゃあ薬終わりますよね。ですね、はい。A の薬はそのままで、はい、B の薬をちょっと変えますわ。あ、はい。だから今日の夜から飲ませるんだけど、はい、あのなんだっけ、こちらを飲ませてもらおう。で今日の朝は飲んでます薬。まだあの飲んでないです。ご飯食べなかったんで。あ、そうか、そうか。はい。じゃあ、はい、じゃああと頭落ちにして。いや、そのままでいい？ここ、すごい出て、ここ富谷さんが当てて、で、ここ当てて、あ、はい、この足変えて、あんちゃん、すごい舐めてるんだね。お前があんなハゲてなかったやつもね。そうですね、はい。で舐めて舐めて皮膚が赤くなって、はい、皮膚を形成皮膚に舐め崩しちゃったって、はい、でプロゼキシン100とコンディショナーの効いてるよ、はい、注射2本します。あの、かゆみを抑える薬と、で、朝ごはん食べたらまだ飲ませてくださいね。はい、食べないのに薬だけ飲むのはちょっと、あまりいいと思ってはないので。これ食べる？これ食べる？どんな景色なのこれ？どんな景色なの？変わるなって言ってる。変わるなって。あちゃん。あちゃん。ちょっとテンションが下がる方がね、なんか。あちゃん痛いよ。ブラッシングするときにも使ってるやつです。今これかけてる。はい。ブラッシングしたら、おちゃん。ちょっと、ちょっと。
足はちょっと効いてきてるけど、お尻の方がひどいから、はい、27と29、最初は体重が伸びてくるそうです。29の、はい。はずです。はい。わかります。すごい時計。はちゃはちゃはちゃ。です。ケモさん、もし落ちてブラシングでやらせてるのか。はい。ブラシングでやらせてるのか。やれるのか。あ、それは、はい。あの、毎日集まって。じゃあ、今日だと、スライドって、気にするよ。その、手につけて、はい、スプレーしてブラシングしてあげてください。はい。すごい動けるからさ。はい。この子はそうですね、毎日すごい量抜けますよね。だからその時にあの保湿器つけかけてもらえる。じゃあ、こうしましょうか。ちょっと待ってください。薬を説明しますんでね。すいません、ありがとうございました。ちょっと待ってください。はい、協力してくれて。